はい、こんにちは、どうも。ですね、先週月曜日からディープフォレストレースウェイ GR4 なんですけど、ため撮りちょっとの中から、まあ、1位スタートのやつちょっと見てみましょう。中華スタートドン。ですね、14日またちょっと傷ついてます。濃いです、濃いで、ね、生配信ライブ、いやー、去年一昨年とか去年とかちょこちょこっと見てて絡んでないんだけど、14日初めてちょっと絡んでみました。そして昨日はね、調子よくちょっとコメントを持ってったんだけど、今日なんか寝不足とともにちょっとその子の配信のとこ行ってコメントしたら、なんか俺も気を使ってるコメントだし、相手もなんか気を使ってるし、なんか場の空気もね、なんか場の空気もなんか悪いんだよね。じゃあ俺の勝手な想像なんですけど、でなんか俺からちょっと一線引いた方がいいかなと思って、頑張って、まあ、ここでアンチとかするよりはね、身を引く方がいいよね。でやっぱつくづく縁がないよね、やっぱ。あ、抜かされたな、これ。まあ秋はね、恋の季節だけど、あ、じゃあ恋が散るのか、秋は。あ、夏恋して秋散るんだよね、散る。いや、俺は14日に恋までしないんだけどな、ちょっといいなと思って頑張ってるなって応援したかったんだけど、なんかすごい、俺 M じゃないんだけどな、ド M じゃないんだけど、耐えたよ、結構言ってくんだが、いや俺も自己中なコメント結構すっから、まあ人の配信の枠だからね、あんまり荒らすこともできないけど、まあ言いたいことを、なんかみんなはなんか自由っていうか操られてるようなコメントだってわかんないけどね、大体が操られコメントに似てるんだよな。でも俺は自由に言ったんだけど、もうちょっと14日もかなり突っ込まれて、今日もちょっと寝不足でちょっと気分が下げ下げのところにちょっと突っ込まれたから、突っ込まれてはいないんだけど、なんかお互いなんか場の空気がなんか悪かったね。それでちょっと身を引くライン、公式ラインだけどちょっと一方流したんだけど、既読されてないからどうしたらいいかなと思って、ちょっと俺そんな M系ド M じゃないからさ、そんな俺が、ね、結構言っても言い返されて、また言い返すっていうのもできないから、そのツッコミを耐えられないんだよね。あ、ちょっとやっぱちょっとね、配信者じゃないと分かんないよこの気持ちは。俺も配信やってたからね、まあリスナー側の立場になってまあ操られるのも嫌だしね、我慢するのも嫌だし、やっぱ言って言われてってこう度合いがさ、バランスよく保てあげてればいいんだけど、まあ俺の性格上ズバズバ言うからいや俺思ったことをストレートで全部頭に溜めておけないからさ、全部言うんだよね。言ったことがツッコミがすごいんだよ。いや14日はね、で今日はお互いなんていうかな、なんていうのかな、場の空気もう悪かったけど、
その枠ので悪かったけども、お互いこう発言を控えめにっていうか、なんか気を使ったコメントになってるから、それじゃあかんなと思ったんじゃない、言いたいことを言って言われてっていうのが取れてなかったんで今日。まあ俺が寝不足で疲れてるからかもしれないけど、まあよくわかんない。とりあえず振られた気分になってます今。だから俺縁ないんだね、やっぱり、ね、とことん。いやー、縁がないっていうか、俺が持ってき方が下手くそなんだわ。そりゃそうだよね、十何年もさ女性と付き合ってないと扱いが昔と違うからね。今の時代のこと全然違うもんな。今の時代の子つっても、まあ年そんな若くないけどさ、その子はね。まあここでもう喋っちゃってるから、もうでもね、俺の LINE が既読される前にそれ俺のこんなメッセージが来てるから、また来てねっちゅう、テロップみたいなのがそれ見てちょっとまたちょっとぐらついたんだけど、でももう LINE で読まれたらもう終わりだからね。もう俺書いちゃってるから LINE に。いやー、陰で応援してるけど、いや見るけどさ、コメントしないで応援すればいいよ、陰応援。いやー、ちょっとやっぱ地域性の受け答えがなんか、向こうが喋るでしょ、こっちはさ文字で書いてコメントしてるからさ、そのズレが生じてる。なおかつ俺早打ちするから、あのちっちゃなスマホでね、超老眼だからさ、結構ごじるんだ、いつもごじってわけのわかんない言葉になってるから、それでも突っ込まれてるしね、もうよくわかんないっす。もうこればかりは運命だね、俺に運命あんのかよ、ちょっと俺の運命。中間にも5周ファイナル来てます。抜かれてまた1位取り込む、取り、どこで取り戻したんだ俺。よっしゃ、ありがとうございます。久しぶりのポールポジションです。ポールポジションからの優勝です。シェーファステスラップも叩いてます。取り返されたのかな、取り返されたんだな多分これ、ちゃうかな、あ取り返された。ファステスラップはないですね。クリーンで、クリーンとあれだね、ポールポジションと優勝と3つだ。ありがとうございました。でもこれ上がらないからね、マナーだけだから、デイリーエーなんで。それじゃあまた見てください。シャケットオンキュー、これ言いたいばかりに、ちょっとグランツリスも YouTube 上げます。それじゃあまた見てください。シャケットオンキュー。